こんにちは、四国メタンです。こんにちは、たまたま金柑積んだもんなのだ。本日のニュースはこちら。金柑完熟たまたま、たまたま金柑。15日朝、福岡市東区の中央卸売市場にて宮崎県産の金柑たまたまを PR しました。たまたまは糖度16度とやや甘さは落ちますが、皮ごと食べれる特徴があります。小ぶりなものほど味が良いのが特徴で、店頭には1月下旬から2月中旬に並びます。金柑たまたまで卑猥なことを考えた視聴者の諸君、10秒後に服が溶けるボタンを今押したのだ。後悔してももう遅いのだ。くらえ、バイクアダスト。マヌケは見つかったようね。以上、金柑高級品は1キロ3万円ニュースでした。続いてのニュースです。航空自衛隊釣り銭セット。去年8月、大野城市のガソリンスタンドにて置く忘れたお釣りが盗まれました。航空自衛30代男性が前の人が精算機に忘れた8000円を盗み、懲戒処分を受けました。航空自衛隊ってかなり優秀なんじゃ、等級はいくつなのだ。一等空尉は手当抜きで月給44万6000円、年収735万9000円よ。後日警察に届けるつもりで、忘れてしまってたと供述しているわ。8000円盗む必要もないだろうし、マジで何してるのだ。一般的には8000円は大金よ。お札を4枚も取る方も取る方ね。触らぬ仏にたたりない件について、皆さんはどう思いますか？よければコメントください。定期続いては新コーナー、ズンダのズンズンクイズ。この画像はどこ？答えは明日の動画で。チャンネル登録高評価よろしくお願いしますです。